こんにちは、ハチです。今回は、前回の動画で、イグサの苗を手植えした田んぼに肥料と除草剤を撒いていきたいと思います。で、手植えをした時から結構2週間おきくらいに肥料とか除草剤とかやってたんですけど、今回が最終追肥になります。それでは、行ってきます。で、今回撒く肥料は、こちらのマップ456肥料と20キロです。20キロ向きます。で、除草剤はこちらのデルカットというものを使っていきます。こちらは125ミリなんですけど、125ミリリットルを均等に撒いていくのは大変なので、こういうペットボトルに125÷262.5ずつ、半分ずつここにこの容器に入れて、で薄めて、ここに穴が開いてるんですけど、これでシャワー状にしてこうやって拭いて巻いていけば均等に巻くことができます。ここが8月に手植えをしたイグサの苗の田んぼです。前回よりもかなり分裂していると思います。で、肥料と除草剤をまく前にちょっと問題点をご紹介します。こちらですね。なんか壁に穴が開いてて、田んぼの水がこっから出てしまってるということです。このままだとせっかくまいた肥料や除草剤もダダ漏れなので、ちょっと土を持って埋めていきたいと思います。そしたらまずは肥料から撒いていきたいと思います。ちなみにお気づきかもしれませんが、バケツがボロボロなので誰か恵んでください。そしたら次に除草剤 125ml を撒いていきます。稲田やってる？何ですか？稲田じゃない、これイグサです、はい、イグサイグサ、はい、そうです。これで大体半分になったと思います。そして水を入れるとこんなに白くなります。こんな感じで本日の作業は終了です。ご清聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、インスタフォローよろしくお願いします。